物がうじゃうじゃしてる。もう誰もいないみたいだ。はびこれ。せい。絹のような弱さね。気をつけなさい。気をつけなさい。打ち続けて。うんうん。くらえ。いっ。はっ。全力攻撃だ。ファッションは私が定義する。やっほー。それ。せい。ファイヤー。ま、やっほー。もう誰も。競技場で手に入れた情報によると児玉の湖付近の拠点も助けが必要そうだ。急ごうぜ。苦戦してるみたいだ。早く助けに行こう。みんながそばにいてくれる。たもと。やっほー、やっほー。ファッションは私が定義する。打ち続けて。うん。はっ。燃えろ。はっ。次。やっほー。止まって散りなさい。みんなは俺が守れ。助力に感謝する。敵の攻勢がどんどん強くなっていてな、もうここまでかと思っていたところだ。今の戦力じゃこの拠点を諦めるしかないだろう。そうだな、一箇所に集まった方がいいと思うぞ。ああ、今更かもしれないが撤退を始めよう。みんな集まってくれ。このまま戦いに参加する気なら児玉の湖に帰った方が前線に近い。戦場から離れる気なら戦いながら競技場に向かうべきだろう。状況をまとめるとこんな感じだ。この拠点は放棄する。競技場に向かうか児玉の湖に行くか各自選んでくれ。俺らが児玉の湖にしてやれる支援は限られてる。力になれるとは俺も思っちゃいない。だからよく考えてほしい。さてこのまま戦う者は意思を示せ。
はっきりと言ったはずなんだがな。ここまで戦ってきて今さら諦めろだなんて誰が納得するの。犠牲になった奴らのためにも一歩も引くつもりはねえさ。そうか、ナタのために。ナタのために。俺らは人数も少なく決して声も大きくはないが、気合だけは誰にも負けないだろう。さあ、子供のこの救援に行くぞ。少しでも力になれるように。おう、でも無理はするなよ。ああ、安心しろ。予順者の戦争に参加する気でアビスを全て駆逐してみせるさ。え？あの悪いやつ、また変なものを落としてるぞ。あの方角は流線の州だな。あそこは一度アビスの侵攻を受けたせいで防御が薄くなってると聞く。まずいぞ、状況を確認しに行こうぜ。Thank you.
がいっぱいいる。なんて数だ。こんな光景見たことないぞ。
に殴ってもびくともしないなんて。神の目を持った人がいれば普通のアビスの凶門くらいは対処できるが、さすがにこんなもんは見たことない。まるで空にいるあのでっかいやつの一部みたいだ。どうやらあれにはアビスの凶門を生み出す力があるらしい。おかげでアビスの魔物も際限なく湧いてきやがる。俺たちだけじゃまるで太刀打ちできん。守りを固めるでも勝ちを取りに行くでもなく、今は撤退が賢い選択かと。それにアビスの力の根源はやはり聖火を忌避しているようです。聖火のある競技場は我々に残された唯一の希望と言ってもいいでしょう。エンジン様があそこを守ってくれています。あの方がいる限り我々に勝機はあるはずです。お、これって水とちょっとした菓子だ。受け取れ。顔色が悪いしかなり汗をかいてるだろ。きっとあちこち走り回って相当疲れてるんじゃないか。こっちの戦力はまだ余裕があるから心配いらない。ちょうど休憩時間だし、あんたらも一緒に座って休んでかないか。確かにオイラたちずっと戦ってたしな。旅人、お前も疲れてるんじゃないか。お、何が心配なんだ。あ、確かにそうだな。みんなに伝えてやらないと。休憩するかどうかはお前が決めてくれ。今すぐ出発するならオイラも一緒に行くから。